JR 九州の豪華寝台列車七つ星 in 九州。いってらっしゃい。博多駅長の金谷理恵さん、毎週火曜日七つ星の出発を見送るのも駅長の仕事の一つです。博多発というか、もう JR 九州の中ではもう本当に特別な存在ですね。私たちの中の憧れの列車でもありますし、まあ、七つ星が無事に出ていくとちょっとホッとするところがございます。博多駅長を務めて2年半になる金谷さん、その前はどんな仕事をしていたのでしょうか。JR 九州リテールの時に専門店事業本部長としてこのお店も、はい、やっておりました。金谷さんは2018年から3年間 JR 九州から JR 九州リテールに出向。 JR 九州リテールは駅の売店キオスクを引き継ぎ、土産物を販売する名品蔵を展開しています。お土産をたくさん揃えておりまして、通りもんさん、そして味覚堂さんの博多の人、これ明太子なんですけど、今売れてる明太、出来たて明太です。作って一回も冷凍させずにここに持ってきてるので、各社さんですね、いっぱい作ってらっしゃいます。そして売れ筋でいきますと、山口油屋福太郎さんの麺米ですね。麺米も軽いんで持ち運び便利でお土産には人気です。そしてあとはひよこさんですね。ちょっとここしか売ってないの。ひよこ家族、父、母、兄、妹、ひよこ家族で大きさバラバラで入っております。かわいいです。リテール時代には商品開発もしていた金谷駅長、博多駅に手掛けたコーナーがあります。ここはちょっとした手土産に、皆さんお手土産に持ってっていただきたいなというものを、ですので冷蔵冷凍いろんなものが揃ってます。洋菓子だけでなく、お酒のおつまみになるものや和菓子も取り揃えています。こだわっているのは九州の土地で作ったもの、あるいは九州の土地で作られた原料というところです。これも私が鹿児島までお願いに行って入れてもらいました。ラムドラです。鹿児島の日置で作ってらっしゃいます。すごく美味しいです。ラムレーズンが入ってて、はい。販売事業の担当から駅長になり、見方が変わったといいます。ここではいかに多くのお客様に足を止めていただくか、そしてもちろん小売ですので売り上げのことも考えてきました。客数かけ単価ということで非常に考えながらやってたんですけど、今度駅全体になるとお客様が安全にこの場で過ごしていただけるかということがやっぱり一番重要になってくるので、お客様が集まればいいというものではないというちょっと視点がやっぱり変わりましたね。はい、今月9日、明けましておめでとうございます。博多駅と小倉駅で商売をする企業で作る博覧会の新年会が行われていました。本日の菓子交換会には会員企業42社総勢69名の皆様にご参加いただいております。乾杯。コロナが5類になって初めての年末年始、土産物の売り上げは好調でした。名品蔵専門店、つまり皆様と一緒に小倉駅、博多駅で営業させていただいているこの部類は、実はやはり対前年は 110% なんですが、コロナ前の 110%、 つまりコロナ前とほぼ同じ、コロナ前より一層調子がいいと、こういうことでございます。土産物を作るメーカーにとって博多駅はどんな位置づけなんでしょうか。もう一番売れるとこやけ、もう博多駅で博多土産を売らんと意味がない、
やっぱり一番力入れるとこですね。赤字が3年で7億やった、うん、でこれをね今年今期と来期でもう2年で取り戻すもんね。それぐらい売れてる。おかげさまで、もう消費者の皆さんのおかげでございます。つくし餅ができるきっかけになったのも、あの新幹線が博多駅に開通するという、でその時にヒット商品作ろうということで私の父会長が作った商品ですので、やっぱり、まあ、博多駅はやっぱりこのつくし餅にとってはやっぱりこうスタートです。まあ、博多駅内に直営店舗が4店舗ございますけれども、まあ、JR さんの売り場も含めてですね、卸も含めて全体の 25% が博多駅の売り上げですので、とてもやっぱり大きな主戦場にはなってまいります。金ヶ谷駅長はかねてから危険回避のためにも人の流れを停滞させないように気を配っていますが、スムーズな人の流れには経済効果もあるようです。JR 九州のいわゆる鉄道で言いますと、チケットレス化をですね、今年の秋目指して博多駅を中心とする列車をですね、中心に取り組んでいこうということで、まあ、何が言いたいかと言いますと、いわゆる緑の窓口にですね、切符を、発券するために並ぶ時間が解消されれば、皆様の、店舗にある商品をですね、ゆっくりとご覧いただいてですね、買っていただけるような仕組みをですね、秋以降早急に作ってまいりたいというふうに思っておりますので、引き続きですね、よろしくお願いしたいと思います。七つ星が出発するホームにつながるエスカレーター、3階に広々としたスペースがありました。ちょっとここただ広い感じになっちゃっているので、もう少し皆さんが待合室としても、そして少し時間長くくつろいでいただくためにもおしゃれなスペースにしたいなと思ってまして、金ヶ谷駅長には利用客がくつろげる空間にするための新たな構想がありました。ちょっと違う自販機、ここ自販機が今ないんですね、1台も。なので下にある自販機とはちょっと違う自販機を置きたいなと思って交渉中です。今考えているのはサラダとか、なんかもっとジュースもちょっと特殊なジュースとか、そういうのを売るようなことを考えています。そしてここもですね、列車も見えますんで、下もですね、列車を好きな方はそれを見ていただくスペースでもいいなというふうに思ってます。単に人が通り過ぎるだけではない博多駅、人々が行き交い、にぎわいを取り戻すとともに、物が売れ、経済も動き出しています。博多駅長は鉄道だけでなく、博多駅を取り巻く経済の中心にいました。